チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。もう起きて30分ぐらいだからね、全然声が起きてません。はい、本日は歌唱力決定戦です。ユニット戦の決勝大会があります。ん？なんかあったんですか？それ。何も知らない何も知らないわ。漂流ライト持っていきます。さ、ありがとうございます。そうだね、昨日の公演の話をしてないから。昨日の夜はサムネイル公演でした。昨日はね、なんか巻きのポニーテールだったんですけど、そう、なんか髪型どうしますかって言われて、もうなんかどうしようかなって迷った結果、ハーフアップストレートでっつったらダメですって言われました。そう、いつもハーフアップストレートじゃんみたいな感じで言われて、そう、ダメですって言われてね、そう、もう禁止ですみたいな。そう、なるちゃんも一緒に私をなんか普段と違う髪型にさせようとして、結果ああなってました。めっちゃ可愛かった。そう、まあ、ポニーテールは、まあ、ポニーテールはたまにやるしいいかなと思ったら、巻くねーって言われて、ってなっちゃって、ストレートじゃなかったってなって、そう、巻く、じゃあ巻くねーって言われて、え、あ、いや、わかりましたみたいな感じで、そう、結果ああいう感じになったんですけど、めっちゃ可愛かった。そう、でも昨日はね、そう、みんなジョン・マイ・ラブのポーズしてくれて、これなんですけど、そう、お見送りの時にもファンの方が何人かこれしてくれたから、ありがとうっつって、めっちゃ嬉しかった。なんか昨日めっちゃマジで、普段がどうとか全くそんなんないんだけど、めちゃめちゃ楽屋の居心地がいいなって思って、そう、昨日なるちゃんが楽屋でね、なんか本当にチーム4でよかったな、違う、本当にこのチームでよかったなって思えるって言ってて、めちゃめちゃ同感でした。そう、私もなんかここのチームの楽屋はめっちゃ居心地いいなって。
もう断るごとに告知を挟んだんですけどこれでちょっとでも興味持ってくれる方がいたらいいな。今はね、だって同じチーム4のカレンちゃんも出てるからさ。そう、まあ横ちゃん入れて10人やってきた、あの10人あのてっちゃんもやらせていただいたんですけど、まあそのうち今のチーム4にいるのって4人、うん、だから割といるよね、ほぼ半分。カレンちゃん初、ミッサー私、あとはいなかったよね。そう、まあ現チーム4のメンバーは、あ、そうだそう、みゆちゃんもだ。昨日はちゃんとめぐさんに紹介してたのに。そうだ、東京公演限定はみゆちゃんもいるんだけどね。そうそう、昨日もめぐさんめぐさんと楽屋隣で、そう、そこでもめっちゃ言ってるから、チーム4結構いるよねみたいな感じで、あ、もうこの子がいてみたいな、東京公演限定ではみーちゃんいるんですけどってちゃんと言えたのに、ちくしょう。ちょっと目痒いからちょっと目薬入れますね。やっぱ花粉なのかな、最近ちょっと目痒くて。私まあ最近ちょっとドライアイで、最近っていうか去年ぐらいからちょっとドライアイで目が痒かったり、まあそれはまぶたの目なんだけど、ちょっと腫れがちだからさ、ドライアイなのかなと思ったけど、これ完全に花粉だわ。目薬。でもあったかくなったよね、冬が終わりに近づいている。アレルギー用の目薬も出したんで、なんか去年はねあんまり花粉で苦しい思いした記憶なかったんですけど、今日めっちゃなんかさ、今年は目かゆうみたいな、一昨日ぐらいから。なんかちょっと春になるのを私は受け入れられない気がするそう、なんかね、なんだったらいっそ冬のままでいてほしいって思っちゃったよね。そう、まあそれはまあジョマイラブがあるからっていうのは大きいんですけど、そうジョマイラブがねもう春で終わっちゃうからさ、3月でもう一歩ずつ近づいてるんですよ、終わりが。
だってもうあと10公演なわけでしょ。考えられないよね。鼻がかゆいちょっとだけ。やっぱ花粉かマジで。本当にもう。残り10公演で、まあ、私はあと5公演なんですけど、なんか本当にそれがなんかもう実感がなくて全く。ごめんなさい。本当にね、なんか本当に何だろう、まあ稽古一昨年の8月から始まった稽古がまあからまあ1年半ぐらいになるわけなんですけど、そう思うと1年半なんだって思って、なんか長いようでさ短いじゃないけど、なんだろう、やっぱその一期の稽古に参加した時のなんか緊張度じゃないけどさ、そういうのはめっちゃあって、やっぱり外仕事がほとんどなかったから、そうっていうのもあってめっちゃ緊張して、でまあそっから、まあ、2期まで、でもこの話はまた違う機会にしよっか。今日じゃなくてもいいかも。この話はまた今度しましょうね。ルンテツ期間に入った時ぐらい。なんか今日歌唱力本番って感じが全然してなくて、まだ緊張してないんですよ。そう。検査ありがとうございます。まあ最終まあけまあそうですね、まあやっぱ3人で楽しく歌えることが一番なので、まあでもそれでまあちょっとでもなんかいい結果だったら嬉しいなとかは思うけど、まあ楽しんでいきたいと思います。今日はまず30分ぐらいの配信なんで、そう9時半になったら終わります。今日ははい、ということで、はい、毎日配信が始まってから4年が経ちました。皆様ありがとうございます。今回もめっちゃ普通の配信しちゃって申し訳ない。なんか土日のどっちかでなんかやりたいよね。
ちょっとカラオケ配信はねあんまりできそうにないから、それ以外で何かできないかな。まあお絵かき配信はいずれやるとして、何かあるかな。さあ、もうあと15分ぐらいなんですけど、何の話しようかな。まあ私はもう基本的にあとはもう今日のお弁当を楽しみにしてるのでなんか何のお弁当なんだろうなっていうのが、そうそう、あれ話は昨日したっけ、あのジョン・マイ・ラブのその横内さんと恵子さんの話、記事が載ってるみたいな話はしたっけ昨日。ちょっと覚えてないんだけど、いや喋った気がする。ね、したよね。うちの親が写真めっちゃ可愛く写ってるやんって言ってましたそう、私は基本的にね、ご飯のこと、まあ一日のうちご飯考えてる時間が半分ぐらいなんで、ぶっちゃけ。そう。これは割とマジで。まあ今日のご飯何かな、楽しみだなみたいな考えてる時もあれば、今日の夕飯はあれにしようみたいなバランスを考えてる日もあるし、なんかまあどっちもですね。まあでもご飯食べるの大好きだから、そう。なんか自分の思う、あの自分の欲に従ってご飯を食べるのも好きだし、なんかめっちゃ健康を考えてご飯選んで食べるっていうのも好きだし、そう、どっちも好き。
そうだ、今日の歌唱力はね、あのテレビでも、テレビというか生中継もされるから、あの会場に行けないっていう方はぜひ生中継見ていただけたら嬉しいですね。ジャンボなんとかとか食べたある？食べたことある？とりあえず量がでかいやつでしょ。まあないね。まあそのメニューとしてなんかジャンボなんとかみたいなのは食べたことないけど、なんか結果としてめっちゃいっぱい食べたなみたいな日は全然ある。かな。あ、自由曲気になるだって。自由曲はね、あの曲を歌いますよ。どうだろう、自由曲当たる人いたらすごいけどね、何歌ったか。でももう世にはもうたもう曲が、あ、音楽が溢れ返ってるからね。まあ当たることはないだろうなって思うんですけど。そう。まあでも楽しみです、歌唱力。まあ、今日は日本青年館ホールなので、私が初めて一人でミュージカルを見に行った会場でもあるから、ちょっとだけ思い入れもあるんですけど、そうそうそう、だからそこに立てるっていうのは普通に嬉しいなって思いますね。今何時かな、25分とかでしょうかね。どうなんだ。26分か。ありがとうございます。
うわ、ラジオネームアリンコさん、4周年タワーありがとうございます。ありがたわ。東京は最高気温19度。春やん。春だよ。春だね。なんかしみしみとしちゃいます本当に。服装ちょっと悩んじゃうよね、そういう時って。ちょっとだけ夜はさ、まあ10度前半とかになるじゃん。そうだから難しいですよ。なくなっちゃったよ。本当に、まあ、なかなかその歌唱力決定戦の決勝、今回ユニットですけど、それに出演させていただけるってないので、今日はもう目いっぱい楽しみたいなって思いますね。それじゃあまあそろそろね、あのランキング読んで今日は終わりにしたいと思います。じゃあ13位から。13位川端慎二さん、12位ロミツさん、11位マングースさん、10位が銀の鈴さん、9位ハッピーサッピーさん、8位メソさん、7位カリネコでも好きだよさん、6位マモさん、5位夏目さん、4位ナナタさん、3位カラスのカーコさん、2位アーティーさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。それじゃ配信はまた明日。歌唱力頑張ります。また会場にあの来てくださる方はよろしくお願いします。そしてあの生中継もあるのでぜひ見ていただけると嬉しいです。それじゃあまたね。